モッツァレラチーズゲームは道具を用いないパーティーゲームの一種。宴会やコンパの席などで多人数で行うゲームの一つで場の雰囲気が盛り上がった中で行われる。複数人で集まり、始まりの人を一人選ぶ。始まりの人から時計回りに順番にモッツァレラチーズと言っていく。ただし、前の人よりもハイテンションに言わなければならない。 ハイテンションになっているかどうかの判断はその場にいる。全員で行い、ハイテンションになっていないと判断されると脱落となる。2013年4月、リアリティ番組テラスハウスで出演者の宮城大樹が本ゲームで遊ぶことを持ちかけたことから広く知られるようになる。同時期に飲み会ゲームまとめウィキというウィキサイトに本ゲームのルールが掲載され、 2014年11月にツイッター上でそれを取り上げたツイートが拡散されたことで人を狂わせる闇の遊戯恐ろしいゲームだと話題になってさらに広く知られるようになった。ゲームを継続させるには羞恥心を相当捨てなければならず酒酔い状態になる飲み会や合コン向けのゲームとして紹介されていたが以降は中高生の間でも流行した。 YouTuber による動画が投稿されるようになったり、バラエティ番組でも扱われるようになったりし、AKB48 のメンバーやジャニーズ事務所、所属タレントといったアイドルが行うものは特に話題となっている。U ワードにモッツァレラチーズが用いられている理由は明確になっていないが、マイナビーの合コンゲームについての記事では、居酒屋で本物のモッツァレラチーズを注文した上で、 本ゲームを行うと臨場感が増すかもしれないと紹介されている。バラエティ番組、ぐるぐるナインティナインのコーナー、グルメチキンレイスゴチになります。では、2018年2019年に、レギュラー出演していた、中島健との決め台詞である、センクシー3級を U ーワードにした、セクシー3級ゲームが遊ばれていた。ありがとうございます。